はい、整形手術から半年経ちました。去年の10月からですね、今4月、もう5月になりますかね。7ヶ月経ちますけども、まあ目はこんな感じです。今のところ糸がほつれる様子もありません。まあちょっといろんなね、人がいろんな意見をくれるんですけど、もう半年の前の動画見てお大事にとかなんかいろいろくれるんですけども、半年経ってますからね、ちょっと何でしょう、リアルタイムじゃないので何とも言い難いんですけど、まあこれぐらい良くなりました。まあ、腫れからは考えられないぐらい、まあ糸の感じがちょっとありますね。うん、触ってもまだ分かります。埋没法なんで、まあちょっといろんな人がやってるんで、まあもし興味がある人がいたら見てあげてください。なんかね、糸が残ってるような感じがこっちもあります。ただやっぱりやってみて、自分がやりたい、なんかこんな今カラコンとかすっげえ久しぶりにもう何ヶ月もつけたりとか、まあ自分が好きな服とか、まあなんかそんなのは合わせやすくなったかなと思います。ですので、まあやるときはもちろんお医者さんに相談して、あとは自分の周りの人とか両親や、まあ、家族だったり友達だったりにも相談して、やってみるのをおすすめします。やっぱりこう若い時とか悩みがあったりとかコンプレックスだったりあるんで、一重の人で下限下垂だっけな、こうまぶたがすごく視界を遮るぐらい、このぐらいの人保険が適用されることもあるそうなんで、相談してみてもいいかもしれません。で、まあ、切開法とかこう切って脂肪を取ってっていうのは一生治らないんですが、埋没法は人によっては1年とか、まあ、持つ人で3年とかでいずれ糸は取れるっていうか、こう中に入っていっちゃうらしいです。ですので、まあ、ちょっと期限が決まってたりとかもあるんですけども、もし興味がある人がいたら、病院に行ってカウンセリングを受けたりですとか、まあ、もし僕が分かることがあれば、下のリンクで、何でしたっけ、コメントや質問いただければと思います。そうだ、自分の好みの女性が寄ってくるようになったみたいなことを前回の動画で言ったかな、言ってないかもしれないですけど、まあ整形してみて自分の好みの人に好かれやすくなったかなっていうぐらいですかね。こんなにモテるとかじゃないんですけど、まあ前よりはいいのかなという感じです。そうだけです。じゃあまたお会いしましょう。バイビー。